吉村啓事は日本中央競馬会立東トレーニングセンターに所属する調教師、熊本県出身。父は荒尾競馬の元調教師で、競馬が身近にある環境で育つ。中学卒業時に競馬学校の騎手課程に合格したが、体重調整に失敗して入学自体を余儀なくされた。その後は地方競馬の休務員登録を行い、 父の旧社で持ち乗り給務員として働く傍ら、荒尾市内の定時制高校に4年間通った。高校卒業後は、北海道の万東牧場に約1年半勤務する。1996年1月に、JR a 競馬学校給務員家庭に入学。同年7月から立党、飯田昭弘旧社の給務員となり、同年12月からは、調教助手を務めた。 2004年3月からは、立党、池江康氏受給者の調教助手となる。池江休者時代には、ドリームジャーニーオルフェーブル兄弟の調教に携わる。2010年12月に調教師試験に合格し、合格後は1年間、池江休者に技術調教師として所属し、オルフェーブルの参観達成を目の当たりにする。2012年3月に休者を開業し、3月24日の、 阪神 1R を池江球舎から譲り受けたポップアイコンで勝利し JRA 初勝利を挙げる。2015年のフィリーズレビューをクイーンズリングで勝利し重賞初制覇。同馬は2016年のエリザベス上杯も制し球舎に初の GI 制覇の栄冠をもたらした。吉村刑事の年度別成績を参照。括弧内は当該馬の優勝重賞競争。 ふとじは、GIQ 競争。ありがとうございます。